これはですね、めちゃめちゃ突然なんですけれども、皆さん幼少期の痛い思い出ありませんか？ある、あるよ。そんなんしかないよ、聞くな。いや、これ何かっていうとさ、ホロライブ公式でさ、ふぶき先輩が魔王クイズみたいな、ふぶき先輩が魔王になって、ふぶき先輩の黒歴史的な行動を当てていくとダメージが入るみたいな謎の番組をしてて、おもろくて見ちゃったんよ。でスバルそれ見た時に、なんかさ、そういうの見るとさ、自分も思い出してくるじゃん。あれスバルもね、一つ昨日の夜思い出して、なんか苦しくなったからここで告白します。いや、なんかあの黒歴史って思い出して自分の中だけに入れとくと辛くなるから、ここで吐き出そうと思って。まあ、あのスバルはですね、イライラ、あのムラムラという単語ですね、イライラの同意義だと思って、両親の前で重くそ、なんかもうめっちゃムラムラするわって言ったことがあるというムラムラ事件を筆頭にですね、まあいろんなことがあったんですけど、あのさ、雨の話ってしたっけ？雨が好きなふりしてたみたいな苦しすぎるこの告白。え、スバルこれしたことあるっけ？小学校低学年ぐらいかな。小学校低学年といえばですね、大人になりたかった時期なよ、スバルは。スバルは大人になりたくて、大人になるにはどうすればいいのかっていうことを日々考え抜いていた時期なんですよ、小学校低学年ぐらいって。そん時に折り紙を売りさばいたりとか、折り紙を売りさばいた、でもなんか小さい頃なんだけど、売りさばいてお金を稼いでみたりとか、いろんなことをしてたんだけど、その一つの行動の中に、スバルもう雨の日くっそ嫌いなんだよマジで嫌いなの。でも絵本かなんかで、女の子が私は雨が好きだって、植物がお花さんが元気になるでしょっていうセリフを見たね。それを見た時に痛く感銘を受けてもうね、痛く感銘を受けて、これは大人っぽいって思ったよ。なんて大人っぽいんだこの少女はと思って。雨の日になるといちいち友達とかに、スバル雨の日好きなんだよね、だって雨の日って植物さんが元気になるでしょっていう、その絵本の中のセリフをそのまんま言うっていうつれー、つらすぎーというですね、大変な時代だった。でも実際雨なんかさ、もう本当になんかくっそ嫌いで、思い出すと頭爆発しそうになるんだけど、すごくない？小学校低学年にして中二病を完全コピーしている。でもそういうの、うわー、なんでスバルよりみんながダメージ受けてんの。まあこれがね、なぜかね、小さい頃スバルが天然とね、人にね言われ続けたゆえんでしょうね。多分こういう行動が多かったんだろうな。